12月定例県議会が28日開会しました。理事者提出の補正予算案など20の議案を本会議に一括上程しました。補正予算案は国の経済対策を受けた防災減災対策を中心に一般会計で40億6842万円となっています。防災減災への取り組みでは四国電力伊方原発30キロ圏や津波浸水想定区域の緊急輸送道路改良のほか、災害時の避難所となる小学校への避難路での交通安全施設整備などを進めます。提案理由について中村時博知事は次のように述べました。国の予備費を活用した経済対策に的確に対応するとともに、通学路の緊急合同点検結果に基づく交通安全対策など緊急課題に対応するための経費を計上することといたしました。12月定例県議会の会期は12月12日までの15日間で、12月3日から質問戦に入り、一般質問に6つの会派の12人が登壇します。衆議院選挙が公示される12月4日は休会となります。